はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースを続いていきましょう。今日前半の話題は最新の報道の自由度ランキングで日本は70位とまた下位に沈んでしまったんですけども、その沈んだ理由が日本記者クラブにあるというふうに報告されまして、テレビや新聞が全社赤っ端になっちゃった話と、後半は三文字の視聴率が1ヶ月も経たないうちに低迷しだしたということで、全場さんやっちまったなと、お酒のつまみに合いそうな、そんな話をお届けします。僕のしゃべりを聞いて目のつけとかいいねって思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずはテレビ新聞各局がびっくりしちゃった話題から、朝日新聞より見出しがですね、報道の自由度ランキング発表、日本は順位下げ G7 最下位の70位ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。国際 NGO 国境なき記者団は3日2024年の報道の自由度ランキングを発表した。調査対象の180カ国地域のうち日本は70位、これは前年68位なんですけどもね、70位となり G7 の中で最下位になった。 NGO は日本の状況について、伝統の重みや経済的利益、政治的圧力、男女の不平等が反権力としてのジャーナリストの役割を頻繁に妨げていると批判。2012年の第二次安倍政権の発足以降、ジャーナリストに対する不信感が広がったとする一方で、記者クラブ制度がメディアの自己検閲や外国人ジャーナリストらの差別につながったとしている。これを聞いたクールポコが、なーにやっちまったなーと、男は黙って記者クラブ解体って言ったとかね、とか、いや言ってないと思いますけども、後で詳しくやりますけども、根本的な原因はこの記者クラブが元凶なんでね、テレビ新聞各社はですね、相当赤っ恥を書いてるはずですと。また世界的な傾向についてはランキングを構成する5つの基準のうち、政治的な背景に関する指標が世界全体で悪化したとして、国際社会でジャーナリストを保護する政治的意思が欠如していると指摘した。ランキング上位は1位がノルウェーで2位がデンマーク、 G7 では米国が55位、これは昨年、ね、45位だったそうなんですけども、日本に次いで低い順位だ。 NGO は米国に広がる偽情報が国民がもはや誰を信用してよいのか分からない状況を生み出しているとの懸念を示した。おしまいということで、この報道の自由度ランキングの評価を今まで左人はですね、その結果だけを採用してですね、政権からの圧力が、官邸からの圧力があってね、散々パラ言ってきました。例えば小沢一郎なんかはですね、この国は民主主義の成熟という点で完全な後進国になってしまったという自覚と反省が我々には必要である。自民党による憲法破壊により、検閲のような言論弾圧の復活すら懸念されている。国民はもっと危機感を持つべき。と、まあ、こんな感じで政権批判の材料として、この報道の自由度ランキングを活用してきたんです。ただ、今回してやったりという記述がですね、NGO のサイトの方にバッチリバチバチ書かれてまして、本当の真実というものがですね、隠しきれなくなってきました。ってことでですね、国境なき記者団の日本が該当するページをですね、ちょっと翻訳して読まさせてもらいますと、まずはメディアの状況という部分にですね、衝撃的なことが書かれてまして、従来のメディアは依然としてニュースサイトよりも大きな影響力を持っています。主流の新聞と放送局は、読売、朝日、日経、毎日、富士産経という5つの主要メディアの複合体によって所有されています。あら、あら、あら、あらと、触れてはいけない日本の闇を外国記者がまるで日本刀でも使ったかのようにバッサリと切り捨てました。おい、朝日、その他マスコミよと、これをちゃんと報道しろよ。国境なき記者団が日本のメディアが5つのグループに牛耳られていて健全じゃないというふうに指摘してるので、さっさと解体してくださいよ。朝日やテレ朝、読売が日テレを手放しちゃえばですね、僕はこの報道の自由度ランキング10位くらいですね、ポンポンポンと上がると思います。ですからさっさと解体願うわと。はい、それから、次の段でですね、政治的な背景について、2012年以降、民族主義右派の台頭で、ジャーナリストは彼らに対する不信感、さらには敵意さえ抱く風潮に不満を述べてきた。だが、記者クラブという制度は、記者会見や高官との面会を許されている報道機関のみであり、記者たちを自己検閲に追い込み、フリーランスや外国人記者に対する露骨な差別を行っている。はい、はい、出ました。どうしよう。これが宝くじ売り場だったらもうサマージャンボ当たってますよ。まあ、それくらい衝撃的です。ここでは記者クラブによる弊害を2つね、指摘しておりまして、まず1つ目はですね、首相や大臣の会見の場所に記者クラブに加盟している特定メディアの記者しか入れずに、外資系のメディアだったり、個人で動いているジャーナリストらは取材がそもそもできていないと。これは報道の自由に反していると、そういうふうに
に言ってるわけで、いやー本当その通りです。記者クラブこそ上級国民、いつまにか政府と蜜月になっちゃってるから、例えば河野太郎への追及だってあれほど甘くなってるわけです。俺に河野を取材させろよとそれからもう一つ、記者たちを自己検閲に追い込むっていうくだりの部分なんですけども、これ地味だけども非常に良い指摘だと思います。記者クラブの中の記者っていうのはですね、例えば大臣の発言の趣旨がですね、本当はどうだったのか、そういったニュアンスに関する部分についてですね、その場ですり合わせをやってることがあるらしいんですよね。でもそれをやっちゃいますと、記者クラブ内のメディアはどこもかしこも似たか寄ったかの記事を書くので、それってメディアの姿勢として違くないかということですね、国境の記者団は指摘しているわけなんです。もうこれ以上の皮肉はありませんよね。記者クラブは名前を変えた誤送船団メディアですよ。っていうか、僕の視聴者であればわかるかと思いますけども、望月磯子の取材方法、あれが許されているのがもうこの記者クラブの最大の矛盾点なんですよね。彼女の取材方法は自分で仕入れたネタではなくて、例えば文春だとかね、フライデーだとか他社のネタで、官房長官こんなことが書いてあります、これは本当でしょうか、いかがですかって、そういう風に聞くわけですよね。でも本当にメディアがちゃんとしていれば、あるいはですね、記者クラブがちゃんと機能しているのであればですね、会見の質問の場合にですね、文春記者を連れてきて直接文春記者が尋ねる、フライデー記者が直接官房長官に尋ねる、これがまともな姿ですよね。でもそれは一切しなくて、なぜか望月磯子がね、フライデーだとかね、文春を代弁する形になっていて、それもかなり左寄りの角度をつけて質問している。つまり望月磯子というモンスターを生かしているのも、全ては記者クラブに原因があると僕は思っております。それから社会文化的背景について、日本では政府や企業が主要メディアの運営に日常的に圧力をかけており、その結果汚職、セクハラ、健康問題、公害などセンシティブとみなされている可能性のあるテーマについては厳しい自己検閲が行われている。この部分最初見た時、何のことを言ってるのかなってね、ちょっと首をひねったんですけども、でもよく考えてみたら、企業はセンシティブなセクハラについて確かに圧力をかけてきていたなと。それがあのジャニーズ問題ですよね。あんなのを隠蔽していたら、そりゃ報道の自由など日本にはないって言われちゃいますよね。納得って思いましたと。それから安全性についてですが、ソーシャルメディア上では政府を批判したり非国民的なテーマを扱ったりするジャーナリストに対して日常的な嫌がらせが行っている。例えば能登の震災への対応の遅さを論じたり、福島の処理水を汚染水と呼んだりするようなケースだ。国境なき記者団の代表はもしかしたら太郎山本っていう人物でしょうかねと思って先ほど調べてみたところですね、メナールって人でしたってね。そんな余談は横に置き、能登の初動が遅いというのは道路の寸断と、それからまあ最大4メートルも隆起した海岸線のまあ破壊的事情であると思ってるので、だからそれを考慮せずね、批判するのはいかがなものかと思ってはいますが、同時にですね、今の時点でまだ水道が通っていないだとか、破壊された家屋が一部地域においてですね、未だにそのまま放置されているのであれば、やっぱりこの国の仕事というのは遅いだろうとは思います。それから海外メディアが福島の処理水を汚染水だろうというふうに言うのであれば、まあそれはいいですけどもね、じゃあその汚染水よりもさらに高濃度のトリチウム水を海洋にただ垂れ流し続けているフランスの核処理施設も一緒に指摘してくださいよ。フランスの海は汚染水のメッカだって感じでね、自分がやればロマンスだけども他人がやれば不倫って感じの、そういう安っぽい正義感はおやめください。という感じですよと。あとこれは憶測でものを言いますけども、どうやら国境なき記者団の母体となっている RSF という組織はですね、欧米の政府または欧米政府系の組織から資金援助を受けており、これウィキによればですね、その予算の 11% をフランス一国で負担していると。それは上位全てが欧州税で占められるわけですよねと。ちなみにアジアの最上位は22位なんですけども、皆さんどこの国かご存知でしょうか。サモアという国でして、まあオーストラリアの近くにあってね、だからオセアニアって言った方が正しいんですけども、これ人口22万人の国です。こう言っては失礼ですけども、本当に調査してるんでしょうか。そんな小国組んだりまでね。まあそんな感じで、そもそもどうやって調査してるのか、サンプルの開示がされてない時点でこのランキングデータというのはですね、まあ信憑性に欠けるんですが、まあそれはともかくとして、今回日本の報道に自由がないのは記者クラブのせいだとはっきり書かれたことは値千金だと思います。 NHK をぶっ壊せの次はですね、記者クラブをぶっ壊せとやっていきましょう。さてお次は TBS が関口ロスかとね嘆いてそうなお話を、夕刊フジより見出しがですね、 MC 交代の意外な誤算、 TBS 系サンデーモーニング回追うごとに勝率が、関口博から全場アナへも存在感なく退屈の
声ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。この4月から関口博に代わって善場貴子が総合司会に就任し、若年層の視聴率アップを狙った三文字が誤算に苦しんでいる。ちょっと、TBS は何を言ってんでしょうかね。 MC を関口から善場に変えたとしても、呼んでるコメンテーターが一緒であれば視聴率層の若返りなど起きるわけないと思いますけど、一体どういうリニューアルプランだったんでしょうか。もうわけわかめってありますよと。で、元 NHK 解説委員でメディアアナリストの鈴木裕二氏は、個人視聴率を測定するスイッチメディアのデータから分析、視聴率全体では関口時代の3月と前場に変わった4月の平均はほぼ同じだったが、数字の推移を見ているとその課題が浮き彫りになる。個人全体では、これは個人視聴率のことを指してるんでしょうかね、初回こそ先月平均よりも1割ほど上がったものの、その後は 0.5 割ほど下がった。またコア層は、このコア層というのは49歳までのことを、ね、指してるんですけども、コア層は1ヶ月後に1割以上下がってきている。そしてさらに75歳以上の層でも4週目に2割強も下回った。マジ嘘でしょ。若者には相手にされずに年配者は離脱するって、僕はあまりの驚きにイナバウアーをやっちゃいました。そのおかげで腰が痛い。誰かサロンパスを3枚くださいと。で、初回は前走で上回ったが、2週以降で急落し、M1 走を男性20歳から34歳までの走を除く前走で、全4週平均を下回ることになった。しかも、右肩下がりの傾向となったのである。あー、これはダメだ。善場貴子は来週から肩の露出を増やしてですね、色っぽい熟女 MC 路線で売っていけば、僕みたいな熟女好きが食いつくかと思うのですが、まあそれはともかくですね、MC 交代した方が僕はいいと思いますね。私には俯瞰がある、なんつってね、その話は後ほどに。一旦記事に戻りますと。つまり、演出としては MC の若返りで男性若年層の強化を目論んだのだろうが、初週こそ狙い通りだったが、その後は裏目に出てしまった。敗因は MC の存在感にある。SNS にもその事情が見事に現れている。本当に知的でとてもお綺麗な女性。49歳に全然見えないと評する声は前場の見た目に触れている。一方で批判の声では、抑揚がなく、つまらない原稿の読み方、表情のない鉄仮面、無難な進行は退屈と MC の存在感に言及している。一見とぼけた反応を見せていた関口に対して前場はそっけなく次に移っている。おいおい、失礼な言い方するな、この筆者は。関口博士はとぼけた反応してたんじゃなくて、単純にボケていただけなんです。でもあのボケ具合の間が微妙にいい味出していて、こいつ何言ってんだって感じでね、そういうエンタメ要素もですね、関口博士にはあったんですが、前場さんに対してはNHK ニュースを見ているようだが、この人間味のなさが退屈というふうに移り、回を追うごとに数字を落としているのではないか。視聴者はニュースには様々な反応をする。裏金問題であれば許せない、ガザの秘宝ではかわいそうだといった感じだ。こうした心のざわつきを一切受け止めない進行に違和感を覚えている視聴者が増えてきているのだ。まあこの辺の部分っていうのは政治系 YouTuber にも似たか寄ったかの部分があるんですけどもね、結局ただニュースを読むよりもですね、いかに視聴者の感情を揺さぶって訴えられるか。ただぼーっと喋っていてもですね、再生数が回らないのは結局テレビも YouTuber も一緒なんですよねって、政治系 YouTuber のお悩みあるあるをゲロってますけどもと。はい。で、関口博士の復帰待望論まで聞こえ始めた。いかに高学歴で耳麗しくてもテレビの MC は存在感が大切だ。共感力のある司会進行についていく視聴者も少なくない。中年となった前場は正念場を迎えた。おしまい。ということで、何が退屈かって、あの破綻のない喋り方がですね、アナウンサーとしては一流なのかもしれませんが、多分三文の少層はそういうのを望んでないのよ。感覚としてはですね、活動家のボスたちをですね、テレビに呼んで、さも知識人っぽく喋らせてあげて、そこに乗っかる形で MC もですね、美味しくなろうとするような、まあグルーヴ感とでも言いましょうか、ルツボ感があの番組の良さだと僕は思ってるんですけども、前場さんはその正直ですね、ルツボ感が出ないというか、悪い意味で無味無臭なんですよ。なので、政治系 YouTuber としても扱い困るんですよね。毒っ気がないので突っ込んでも、いまいち今にはちょっとピンとこないというかね、かすめちゃうってんでしょうかね。わかりやすいのはですね、
ね、常念司さんですよね。あの人、毎週サンデーモーニングをですね、関口博士時代はですね、ライブ副音声と称して散々こすっていたというのに、前場さんに変わったらさ、やめちゃったじゃないの。そういうことなんですよね。サーモニーアンチの方からしても、前場じゃ調子狂っちゃうのよ。X 見てても、以前は日曜の当日だとかね、月曜日の朝は、サーモニーのしくじり発言が炎上しちゃってね、トレンドワードに、サンモニっていうこの4文字が結構な確率で出ていたかと思いますが、前場に変わって以降ちょっと見かけないんですよね。4月の初回はですね、前場さんとかね、前場キラーとかね、まあそういったワードが上ってましたけども、あれはまあ一つのご祝儀相場なんでね、勝負は2週目以降ですよね。炎上はしないけれども話題にも上らないと。実は僕も4月以降でサンモニを絡めた動画配信でこの動画初めてだと思います。いや本当ね、刺激が全然足りないんですよね。でですね、僕先ほど記事読みの最中にですね、私には副案があるってね、ハトポッポみたいなことを言ってたかと思いますけども、正直前場さんはこれじゃない感がありすぎなので、僕はもうこの際チェンジしてですね、坂上忍だとかそっち系のね、人間的に毒を持ってる人にですね、やらせた方が正解だと思います。なんか MC の毒とコメンテーターの毒をね、一つのビーカーに注いで、混ぜ合わせたらですね、もっと強い毒が発生するんじゃなかろうかってね、まあそういう感じのですね、サンデーモーニングというのはニュース番組というスタイルではなくて、報道をおかずにしたトーク番組だと思ってますので、そういうコメンテーターと MC によるですね、化学反応を誘発するには、やっぱり前場アナよりはですね、バイキングで鳴らした坂上忍あたりがベストなんじゃなかろうかと、まあそうしてくれたらですね、僕的にも突っ込みやすくて、YouTuber としてありがたいんですけどもねって、ほとんど願望に過ぎませんけれども、まあでもぶっちゃけこのご時世、番組をリニューアルするだとか似たような番組をモデルチェンジしてね、成功したって話を聞いたことがありませんので、まあおそらくですけども、大きく番組を変えちゃうと、今までなんとなく視聴していた、いわゆる習慣化した視聴者層がですね、番組切り替えきっかけで脱落していく、離脱していくというふうに思ってるので、僕は番組ごとですね、ジャンルごとガラッと変えない限りは視聴率の回復は難しいだろうと思いますけれども、ということで今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこりだけで締めたいと思います。前場高子の起用とかけまして、視聴率で墓穴を掘ると解きます。その心はどちらも穴がありますと。どうでもいいですけども、サンモニの前場穴を見て一番最初に思ったことですね、後ろに飾ってるあのお花でかいなってね、もうそのファーストインプレッションだけで、これじゃない感が随分漂っていましたけれども、ということで本日も面白かったためになっていたらですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。